こんな見た目で生まれてきたら人生終わり。そんなこと言ったら俺たちを悲しむよ。皆さんどうもコンコンチー、ドイヒーです。絵のタッチが違う。今日やるゲームはこちらミートピア。今日はアイドル軍団で超魔王と戦ってみよう。また変なことやろうとしてるよ。うるせえ。変なことやらないことこそ変なこと。なんかわけわかんないこと言ってるよ。まずはアイドルレベル上げ。違う、職業はレベル1からスタートだもんね。だからほとんどのキャラがレベル1からレベル上げ。これはめちゃくちゃ大変なことやろうとしてんな。大変すぎて、はい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 、やってられません。だけどぴょん狩りでレベル上げはできるからな。買って買って狩りまくれ。アイドルは全体攻撃だからいいね。ノリノリ100ポイ攻撃攻撃で一気に倒せるからね。だいたい1人レベル20ぐらいに上げとけば勝てるかな、超魔王に。どんどんアイドルたちのレベルを上げていこう。さあメタル出てこい。ああメタルじゃないのかよ、勘弁してよ。もう一気にやられるぞ。すいませんでした、許してください。水は強いからね。こんなんで超魔王を倒せるかな。プリプリプリポンチ、逃げて逃げて逃げまくって、なんとかレベル20までいったよ。逃げてレベル上がってるわけじゃないけどね。レベル上がったら続いては装備を揃えよう。すぐにやられても困るから防具から揃えてこう。一つ1万2000円だよ。めちゃくちゃするな。全員分揃えられるかな。9人分ってとんでもない量だね。こんなの地獄ごく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 牛乳め。装備揃えて残りの金額25,000。これで武器を買っていこう。武器で一番いいのが12,000ということは2つしか買えない。みんなの分揃えられなくておちびちぱー。3チームに分かれるから1チームに武器1つだな。そんなんで勝てんのかな。まあ負け確定でしょうね。そんなんで挑まなくても。とりあえずこれでどれぐらいやれるか行ってみよう。ハゲのアイドル、ヤバい軍団だ。ハゲアイドル、略してハゲドル軍団。だけど意外とヒーローみたいでかっこいい。そうかな。ハゲにリボンでかっこよくないけどな。それじゃあ勝負だ。超魔王絶対倒してやる。プリプリプリパンチ。では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 、まずは左から戦っていこう。いきなりここで負けちゃう可能性もあるからな。確かにね、どうなるんだろうね。あとはオートだから見てるだけって。攻撃弱、こんなんで勝てんのか。相手の攻撃も弱、弱い者対決。防具揃えただけのことはあるね。こんだけ相手の攻撃弱かったらやられることはなさそうだ。そうだね。だけどもこっちの攻撃も弱いからめちゃくちゃ時間かかりそう。大変すぎる戦いだ。このまま戦ってもどうせ負けなんだから降参してくれないかな。降参とかしないから。だけどどんなにダメージ食らったって安全地帯で回復できたからね。安全地帯じゃなくてもアイドルダンスの技で回復できるもんね。そう考えたらこっちはやられないよ。めっちゃくちゃ時間かかってコツ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 ダメージを与えていってようやく倒せた。5分ぐらいかかっちゃったよ。めちゃくちゃ時間かかったね。でも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 左手倒せたということはこれ超魔王に勝てんじゃないの。まだまだ左手は弱かったからね。
こっからが本番じゃない？本番、看板、当番じゃん。カラカラ。攻撃はナイスダメージ。ラブコールしてる場合じゃないから。武器ないと弱。攻撃はさっきよりはきついな。そして大ダメージ与える攻撃が始まった。またつけられたキャラは大ダメージ食らっちゃうから。一人は安全地帯、もう一人は犠牲になっていただきましょう。犠牲って言うんじゃないよ。さあ強い攻撃くれよ。おお、めちゃくちゃダメージ食らってる。しかし装備のおかげで耐えちゃってるもんね。耐えれるんだったらあとは安全地帯に行けばいいだけ。これだったら大丈夫そうだね。時間はまたまたかかっちゃいそうだけど大丈夫。おならがブー。安全地帯に行きまくってたら何の問題もなく、ただただ時間かかって取れ高もなく倒すことできました。時間かかって取れ高ないって最悪だな。いよいよ最後の戦いだ。最後も楽勝の勝者の勝。最後は油断してたら痛い目見るんじゃないの。動画のためにも痛い目見まくろう。見ない方が絶対にいいんだけどな。技はそんなにいいのないもんな。普通に戦うしかないか。さあどれだけダメージいく。もう微妙。馬行ってみよう。馬も微妙。武器弱いと馬もきついね。大好きになってる場合じゃないんだけどな。来るぞ土井くんの攻撃。まずは手下を呼んできた。この手下を早く倒せるかだね。全体攻撃だけど攻撃力は弱いからな。みんな武器強かったらね。そう考えると強い武器最後に3人でもよかったのかな。そうだね、最後が一番強いからそれでもよかったかもね。みんなで手伝ってもゲロシャブ攻撃きつ。でもアンコールはナイス。ナイスだハゲジジイ。攻撃力高いキャラにアンコールはありがたいね。まずは一体撃破からのアンコールナイス。もう一丁攻撃攻撃って下は倒せなかったか。手下呼ばれて一回攻撃か。おお、めちゃくちゃダメージ食らってる。マジかよ。ここで振りかけか。全員に振りかけ使うと一気になくなっちゃうね。これはピンチ。ピンチ取り越してプチペンチポンチ。ポンチってなんだよ。ちゃんと手下は倒しときたいな。挟み撃ちナイス。でもうやられる方に攻撃してどうすんの。あちょピチパー。これはきつい。だけどもハゲマッチョ上機嫌、攻撃力アップ。いけ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 。だけど手下一体倒せてないね。あの挟み撃ちのせいで負け確定。まだ負けるかどうかわからないでしょう。超魔王の攻撃が単体攻撃で助かった。次の挟み撃ちは体力いっぱい残ってる子、助かった。これはラッキークッキー、美味しいし。おお、もう一体も倒せたぞ。いい感じ。そしてアンコール、ドイヒー君攻撃って結構体力残ってるな。でも上機嫌ナイスダメージ。ダメージ200はありがたいね。これで手下はラストかな。っていうか、なんだよこの手下の顔。誰が作ったんだよ。自分でしょうか。とりあえずみんなの攻撃の時に馬来てくれよ。意外と来てくれないね。鼻息で全体攻撃してほしいのに。まあアンコールのおかげでどうにかなってるけど。よし、手下は残り1体だ。挟み撃ちナイス。よし、手下終わった。残るはドイヒー君を倒すだけ。ここですんごい攻撃来るんじゃなかったっけ。バリアを作っていこう。ヒットポイント1にされちゃう技あったもんね。それさえ防げばいけるいけるいける。ナイスガード。ここで馬いったらもう人馬一体いったらいい。
これで大ダメージじゃない。リセットレイアイドルの順番いったい。なんだなんだ、なんかポーズ決めてるけども、みんながノリノリで回復そしてしらけてる。まさかの攻撃じゃないの。あちぴちぱー、絶対に使うタイミング今じゃなかったね。攻撃力弱いからノリノリにしてもだもんね。完全に使いどころ間違って人生終わったよ。人生は終わらないけどね。ここでドイヒー君の攻撃誤っちゃったよ。めちゃくちゃ強よ。そしてあー上機嫌終わっちゃったか。だったらさっきやっぱり馬で攻撃しとけばよかった。残念観念、なんでやねんドヤさ。まあだけどもドイヒー君の攻撃も耐えれそうだし大丈夫なんじゃないの。まあぶっちゃけ余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。なんだなんだなんだ、なんかいつもと違う。あ、ここでヤバい攻撃だったか。バリア使うタイミング間違っちゃった。完全に間違いました。人生終わりました。皆さん今までありがとうございました。まだ諦めるなよ。みんな体力1。そして振りかけて回復できなぞ。ハゲジジイごめんよ、空っぽだ。残りのバリアで守ってもらうしかない。あとは頼むからアイドルダンスで回復してくれ。だけどノリノリだったらダンスしないんじゃないの。あ、やらかしちゃった。こうなったらもう攻撃来ないのを祈るしかない。さすがにいつかは攻撃来るからね。急にいきなり厳しい状況。まだまだ体力も残ってるよ。ノリノリになっても攻撃力超弱い、激弱い、爆弱い。攻撃来ちゃうね。本体攻撃をハゲマッチョにして欲しかったのに、バリア壊され絶対攻撃。ハゲジジ最悪だ。怒りの一撃はナイス。だけどこの状況どうする。他の人たちもやられそう。もうやけくそノリノリ。そして復活。やけくそノリノリは絶対ダメでしょう。回復なんかどうでもいい、やけくそノリノリ。あーこれまずいよ、全体攻撃したらまずいよ。全体攻撃したら負け確定、一か八かの戦いだ。怒りの一撃と見せかけて怒りの二撃、さらには挟み撃ち、ナイスダメージ、ひゃほーい、ひゃほひゃほひゃほーい。いきなりバグって2000ダメージとかいかないかな。そんなこと起きるわけないでしょう。攻撃来るぞ、まずは単体攻撃。あ、やられちゃう、最悪だ。でもかばった、助かった。まだ誰もやられてない。そして馬来た、ここで人馬一体だ。ナイスタイミング来たね。これでみんな回復だ。ふりかけ使って MP 全回復させといてよかったよ。これで回復できるからノリノリにしといてもよかったかもしれない。完全なる計算通り。嘘つくなよ、たまたまうまくいっただけでしょ。ひゃほいひゃほいひゃほい祭り、手伝え手伝え、手伝いまくって攻撃ガンガン当ててくれ。全然手伝わないな、最悪。おお、そして来た来た、全体攻撃勘弁してくれ。もう次全体攻撃来たらヤバそうだよ。回復してもこのありさまか。とりあえずまた MP を振りかけて回復してアイドルダンスするか。めっちゃ回復してくれ。微妙だな、全体攻撃来たらヤバそうだな。頼むから単体攻撃来てくれ。お、ここでアンコールはありがたい。一か八かの戦うだ。ハサミチ倒して倒して、あーダメか、あーマジかよ、倒せないのかよって、ここでラブコールはおかしいでしょ。最悪な行動だよ。みんな一にされちゃって、おーハゲマッチョ、一番強いハゲマッチョが
これきつ、おー、倒してた、倒してた。やったー。ハゲドル軍団、やったぞー、うん、ハゲドル楽勝、あんたが大将、派手ですごいぞ、マグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないよー。そして今回は、魔王の呪いを、救ってあげましょう。青の呪いの顔はもちろん、ハゲヒゲジジイ。おまみさん知ろうね。ハゲヒゲジジイは救われましたとさ。めでたしめでたし。そして、カオスすぎるエンディング。激ヤバ映像だよ。こんなヤバい奴らに、世界を救われたのか。世界が変われば、敵キャラのような見た目のキャラたち、これが世界を救っちゃいました。この勢いでネオンシティもアイドルだけでいけないかな。さすがにそれは厳しいと思うけどね。とりあえず次回はネオンシティだな。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ、ポンポンロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。